お疲れ様です。6月13日木曜日朝6時の相場解説になります。動きとしては、レンジからですね、上昇に回復していくんではなかろうかというふうに思いますね。ご覧いただいている冷やしも陽線が短いながらも連続しています。まあこれは今後大きく上にですね、ドーンと陽線が出ていく予兆になるかと思いますね。その中でちょっと昨晩あったニュースを2件紹介したいと思います。 まずは材料の一つ目、米消費者物価指数なんですけども、こちらの方、5月が3.3%上昇して、市場予想を下回ったわけですけども、えー、高インフレは緩やかな鈍化傾向にあると、ただ、インフレは継続しているということで、えー、ドルが買われる向きっていうのはね、特に衰えていませんよってことになります。えー、それから、それに関連してですけども、FOMC の発表、えー、利下げなんですけども、年内に1回のみやろうかと。 政策金利は据え置くよってことで、えー、ドル高ってのはね、やっぱり止まりそうにないかなっていうところでございます。はい。そんな感じでね、えー、今後もドル円は160円の方向に向かっていく趣向きだということですね。これがレンジから上昇に回復。レンジってのがね、昨日一時的に起きましたけどもあ、やっぱり途中から、昨日午後から回復していきましたんでね、ドル高の方に行くんではなかろうかっていうところです。で、4時間を見ていきます。全体像を捉えた後は、 細かく見ていきますね。4時間なんですけども、結局上昇トレンドってのは変わっていません。ボラティリティも大きいのがちょっと出てきましたんで、今後上に大きく伸びることが期待されますね。まずはこの価格帯を破ることができるかっていうところが当面で、あとはここになりますかね。えこういった意識させるポイントってのが直近で2つありますんで、この動きを4時間では注目していきたいなと思います。ただ上昇傾向にある、この チャートのトレンドっていうのは変わってないよってことですねで本日はどのように攻めればいいかっていうことですけども基本的には倍でいけばいいんじゃないかなってとこです、まあ、このようにね昨日はちょっと停滞気味だったものが午後からちょっと小さいながら上昇の方にねちょこ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 移動してますし移動平均線も広がっていますんでまさに倍に入る絶好のタイミングです昨日は157円を挟んで 157円をちょっとわずかに切ってね、156円の970、980っていうところがたまに出たりとか、それから157円の100から300までをこう行ったり来たりしていたんですけども、今日は157円の335あたりからスタートですんでね、昨日の最高値から今日はスタートということになりますので、ここから157の500あたりまで伸びることは期待できるかなっていうふうに、このチャートを見るとね。 感じ取ることができるということでございます。移動平均線もこうやってぐっと広がっていますのでこれからあー価格が上の方に伸びることを予想される。まあそんな見方ですね。はい。それでね、あの FX オリガルヒをご覧の皆様はこの後の相場解説がありますので、朝6時の相場に加えてその後変化したものに対する対応するまあそんなね相場解説が続くんで利益を取りやすいわけですけども。 この速化期の限定動画だけの場合っていうのはこの朝6時の時点での情報でもって、えー、全てを判断することになりますのでリスクは高まりますよね、えー、ですんでねやっぱりこの後の時間帯について何かね予想外の変化があった場合、まあ、これは FX 折り紙のコンテンツ見ることができませんので、まあ、個別でねご質問いただきましたらその際にお答えすることはできると思います勝利を願う方 FX で稼ぎたいと思う方はね あの問い合わせをするぐらいの手間を惜しまないようにした方がよろしいんじゃないかなと思います。私もね、ケチケチとね、あそんなこと言うんだったら FX オリアルに入ってくださいよって別に言うつもりはありませんので、えー、これは FX オリアルに入った方がいいなと思えば、その時にね、お申し込みいただければと思いますんで、また成立の方はさせていただきますんで、3年目の FX オリアルにね、これ、かなりパワーアップしてますんでね、ご期待ください。それではお疲れ様です。